れるの？コーヒー入れるの？ミルクは？いらん。おとといよね、コーヒー飲んだ。おととい？おいしい？これまあ飲めない。あれ？夫婦したの。The end of 2021. あれ、イヤホンしてる。あれ何？あの。わざと斜め。暗くて怖い治安大丈夫かって感じの場所なんですけどどこだろう、この辺かな。え、店もしかして休んでる？あ、そうや、ここや。え、気づいてなかった？気づいてそう、あーよかった、開いてて。私なんかもしかして閉まってるんかなと思った。行きますか。なんかすごいマニアックやね。大丈夫？え、量り売りかな、これ。量り売りかな。何量り売り、あーこれでもまあ個数かな。1個いくらって書いてる？書いてない。すごい、これいや、はみ出すんだ、ふわふわの、ふわふわっていう。あ、どうやって買ったらいいんですか？場所もチョコレートです。味見したら、すごいなんだろう、ビターというかかなりハードなお味だったので、ちょっと上級すぎるのでちょっとだけ買いました。お土産、あ、すごい教会。バーバリーってイギリス発祥？あ、もう入れんのかな？入ってんのかな？バーバリーってイギリス発祥。そう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 。久しぶりにバーバリーのアウトレットに来ました。なんか人が全然いなくて不安だったけど、いた、ちゃんと。もうオープンしてるのかな？なんかね、今日はそのボクシングデーっていうセールが始まる日やから、オープンタイムがいつもと違うかもってネット上にあったんや。ほんまやったら10時からやねんけど、大丈夫、猫舌。暑いな、味わからへん、暑すぎて。大丈夫、メガネ曇った。もうちょっと冷めてからが良かった。
味わかる？おいしい？おいしい？どれぐらい？ちょうどいい美味しさ。ちょうどいい美味しさ。バクバクいく。すごい。分厚い。伝わらへんかな。イギリスの料理美味しいやん。イギリスの料理って美味しくないって言われてるけど美味しいやんな。味が薄いとか、大体でも今雨やんでよかった。雨やんでよかった。ちょっと明るくなったね。ここ右多分え、ちゃうかな。ちょっと写真撮ろう。なあ、写真撮ろだっけ。何御用達だって何か言ってた。女王。女王ザクインって書いてある。うん、味は分からないけどこれが買いたかってんな。美味しいんかな。さらにお母さんに嘘つこうとしてるわね。あなた安く伝えられてなんてバーバリーなら高いのは分かってるでしょ。あなたのお母さんバカじゃないわよ。え、恵美子のこと？そうよ。騙そうとしてるんじゃないわよ。あの人ケチよ。え？あの人ケチよ。絶対聞いてくる。ジャパネットと同じものを買う。綺麗。綺麗なキラキラ。え？カーナビって読む。カーナビ。カーナビちゃう。そういう意味か。うん、1個。カーナビちゃん。かわいい。そうやな。そうやなって知らんけど。あ、マックあるやん。え？マックあるやん。ほんまや。え、ここで行くの？問題。近くのマッ、あれやん、ホテルの近く行こうよ。わかった。冷めるわ。あ、ブーツも行きたかったな。